はい、スターホースポケット、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット続きを始めていきたいと思います。農園で収穫できます。魔法石1個もらいました。限定レア第一ルビーガチャをやってますね。どうやら第一ルビーが 7%、追い込みすごかったですよね。まあ頑張りましょう。ですが、カタオトルコライスの戦績はと言いますと、有馬記念を一着しましたね。その前はメルボーンカップも取っております。ということで、基本的に今マクイーンみたいなスピードもある2000ぐらいならこなせるステイヤーとして走っております。WBC ターフ前回ちょっと見ることができなかったんですけど、前回2着、今回は勝っていきたいとこですよね。スタートから調子回復か、勝負根性、会話はもう当然これかこれかな。ありがとうございます。200枚ぐらい追加か。元気いっぱいです。人気ですね。今61周ですね。残りは待って出走させましょう。クエストを達成しました。状態はいいですね。ご存知ですか？さあ何が待っている？瞬発力か。なんかこれ先に変えてみましょう。欲しいですね。馬体が軽い。ご用でしょうか。ちょ、これ挑戦してみますか。25分残ってますね。さあ24分と25分切ったというところですが、果たしてどうなるか。
また後でよろしくお願いします。今度はミスらないから。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットですね。 WBC の結果が出ましたので、見ていきましょう。はい、9時を今過ぎております。実は屋外の誰も人がいないところでやっております。早速見ていきましょう。90分間隔ってあるんですね、期間限定で。なんだろうこれ。なんとかここで勝ってほしいですね。裏人気、ただいまより投票受け一番人気がアメイジングキス武国飛行機場。そうなんだ。一応2番人気ではあるんですが、コンデュイットが丸ついてますね、その中ね。よっぽど長距離属性に自信があると勝てると思って出てきてんのかな。今外にいるんですけど、公園です。なんか、お買い物は地元の商店街へ出て出てますね。しかもなんか舞台が立ってます。この舞台は何でしょう、何の企画でしょうね。カフに例のない究極のスタミナが問われる。なんかすごいワールドブリーダーズカップロング、さあ準備が整いました。ダートコースです。ゲートが開いた。スタートの悪い馬がいますが、あれこのレースって芝じゃないんだ。先行争いであります。メジロパーマーがやっぱりメジロパーマーが出ている。後ろからファビアーヒル、3番グランプリホース、カタノタルコライス、意外と前に行ってますね。いっそう差しなのに3番手か。12番デルタブルース、さすがにちょっと前すぎますね。結構これは意外な展開。5000ありますからね、長いです。この控え、積極策が吉と出るか凶と出るか。確かに前行った方が有利ではあるんですけど、大舞台の重圧を跳ね抜ける力がこの馬にはあります。その後ろでやりましょうか。5番ブラシュフリシェ、そして5番手にキシミラクル、意外な流れ。12番デルタブルース、さあコースダートの一瞬で芝に、芝を走るんですね。中心は10番黒い馬体アメージングキスであります。中山得意、もう一頭コンディット、もう一度前から整理しましょう。先頭は飛ばしたメジロパーマー、ちょっと離れて6番コリアーヒルであります。カタノタルコライス、世界の舞台で実力を証明するか。外を通ってクラシッククリシェ、それから足毛の馬体キシミラクルであります。そしてその後ろから12番デルタブルース、それからもう一頭ゲンプ、その外にブラウンパンサー、オーダーオブセント行事が並んでいます。まだ完全に分かりますよ。すごいね、これが長距離戦。大差距離がないのに、もちろん時間かかりますからね。これが先頭、9番メジロパーマーであります。差が開いて6番メジロパーマー大逃げです。これ気をつけないといけませんよ。カタノタルコライス、それからもう一頭クラシッククリシェ、そして5番手にキシミラクル、それからデルタブルース、ゲンツーがその後ろ、シミラクルも長距離ですからね。ブランパンサー、内から一頭7番オーダーオブセント行事、そしていたいたアメイングキスとタケ、それから中山得意、しんがりから11番コンディットでやります。もう一度前から整理してみましょうか。9番メジロパーマーが後続集団を離しました。あとはずっと下がって、さあかなり差が開いている。肩のトルコライスとこういうところで見え切り勝っちゃうんですよね。その外からはプラシッククリシェ、さあ坂を登っていきます。シミラクル、
この注意検査官何なんだ。デルタブルースその後ろでやりましょうか。4番エンドゥ外から1頭なかなか綺麗な景色ですね。そしてそのうちにオーダーオブセント領域おっとすごいなこの勾配。2番中山得意一番後ろにコンディットでやります。もう一度前の方でやりますが先頭はメジロパーマー後続集団を離しました。その後ろ10馬身くらいあってバリアーヒル肩のタルコライス陣営が絶対の自信を持って送り出しました。さあ気合はどうなんだ。そしてもう一頭クラシッククリシェそれから足毛の馬体キシミラクル、そしてその後ろから12番デルタブルース、それからもう一頭4番ゲントゥ、そして外からはブラウンパンサー内を通りまして7番オーダーオブセント行事オレンジの帽子にご注目ください。この虹はどういう意味のアメイジングです。初めて見ましたねこの虹が。一番後ろにコンディットでやります。流れるようにレースが進んでおります。先頭は9番メジロパーマー、メジロパーマーかなりリードしている。この辺りちょっと離れている。6番ポリアーヒル今日も勝利をつかむか。肩のトルコライスとエビナ騎手その外スーッとキシミラクルが上がっていきました。いよいよ勝負どころだ。 それから7番オーダーオブセント行事徐々に差を詰めます。お前たちに導かれ究極の力勝負もいざクライマックスへ。左に入りましたね今度は。直線伸びてくるのかどうか。さあ先頭はポリアーヒルが2馬身リード。肩のトルコライスが2番手他は来ないのか。ポリアーヒル肩のトルコライスが襲いかかる。肩に抜き足を見ます。このヒルキスなんかすごい素足見せてるが反されたかこれ。あらららら勝ったと思ったらやったと思ったら本当に爆発的な素足が伸びてきましたね。レースを終えた馬が戻ってきました。クエストを達成しました。はい、非常に残念ではありますが。結果的には2着でした、まあ、初挑戦 WBC のこのロングディスタンスは初挑戦だったケースが一回は取ってみたいですね。本当にわずかの差だったんで次こそ勝っておきたいと思います。その時は応援よろしくお願いします。はい、以上ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。